皆さんこんにちは。宅建試験対策得点力アップ、押さえるべきポイントはここだ、直前のですよ講義を始めてまいります。担当は講師の佐藤です。皆さんよろしくお願いいたします。はい、ではですね、この講義でやる内容なんですけども、まずですね、今年本試験に出題されそうな論点なんですけども、そちら5つですね、5つに絞ってピンポイント解説をしてまいります。なのでね、今日この講義でやる内容なんですけども、本試験に出題されそうなものばかりですからね、しっかりこの講義を見て復習しておいてください。ではまずですね、早速ですけども権利関係から見てまいりますけども、こちら権利関係は、はい、この借地借家ですね、権利関係の中の借地借家法のその中のですよ、テーマとしては定期建物賃貸借というところを見てまいります。それでは早速ですね、中身見てまいりましょう。はい、ではこちらですね、今回のテーマですね、この定期建物賃貸借見てまいりますけども、このようにですね、AB 間でですね、この定期建物賃貸借契約、結ぶなんていう話があるわけなんですが、はい、まずですね、しっかりポイントとして押さえておいていただきたいのは、この定期建物賃貸借、普通のですよ、建物賃貸借と違ってですよ、普通の借家と違ってですね、この定期建物賃貸借っていうのは更新されずに終了するっていう話なわけです。ですからね、この定期建物賃貸借契約、はい、まず契約方法ですね、更新されずにですね終了してしまうからこそですね、はい、このような契約方法ということで、まず一つ目としてはですね、公正証書等のこの書面ですね、まず書面っていうポイントをしっかり押さえておきましょう。書面によってですね、契約しなきゃいけませんよ。口頭ではできませんがね、まずこのポイント、書面です。で、これ公正証書等ってことなので、公正証書などってことですから、別に公正証書に限るわけじゃありませんがね、とにかく書面であれば OK です。で、もう一個ですね、丸二としてですね、賃貸人はこれ賃借に対して更新がありませんよと。で、期間満了によって終了するっていうことを、この丸一番のこの契約書とは別にですよ、あらかじめ書面を交付して説明しなければならないということになっていますからね。よろしいでしょうか。まずこの契約方法ですね、この2つしっかり押さえておいてください。ですからもしですよ、はい、米印の1のところ見ておきますが、賃貸人がこの説明をしなかった時、いつかこの契約の更新がないこととする旨の定めというのはこれ無効になりますからね、その点もしっかり押さえておいてください。だからその結果、従来、いわゆる普通のですよ、建物賃貸借と同じように賃貸人からのですよ、更新拒絶には正当事由が必要とかだという話になりますからね。はい、まずこの点もしっかり確認しておきましょう。はい、では続いてですね、この更新の、有無と書いてありますけども、更新がないということなわけですよね。したがって、期間満了によって終了し、更新はありません。で、特にですね、もう一個押さえておいていただきたいのは、特にこの丸2ですね、期間が1年以上、例えば2年とか3年とかで定期建物賃貸借契約を結ぶなんていうことがあるわけなんですけども、このような場合ですね、やっぱり更新されずに終了するっていうことなわけですから、借りてる方がですよ、やはりもう終わるんだよっていうことをちゃんと自覚してもらわなければいけないわけですよ。で、次の転居先だって必要になることがあったりするわけですから、したがってこのように期間が1年以上の場合です。賃貸人ですよね、賃貸人は期間の満了のここです、1年前から6ヶ月前までの間です。その間に賃借人に対してですね、期間満了によってこれ賃貸借が終了しますよっていうこの通知をすることがまず必要ってことになりますからね。で、もしですよ、米印に見ておきますけども、はい、この通知しなかったらどうなるかって言ったら、賃貸人は賃貸借の終了、賃借にこれ対抗することをこれできませんよということになりますかね。で、ただですね、今期間満了の1年前から6ヶ月前までの間って話をしましたが、ただそれを経過しちゃった後でもですよ、賃貸人が賃借人に対して通知をすればですよ、その通知の日から6ヶ月を経過したのにやっぱりこれ賃貸借は終了するってことにもなりますからね。このあたりもですね、試験対策としては押さえておいてください。では続いてですけども、はい、期間を1年未満とする賃貸借の効力ということなんですけどもね、定期建物賃貸借の場合は別に期間を半年とかっていう、それも別に問題ないですからね、よろしいでしょうか。ここは普通、借家と違ってきますのでね、注意してください。
それとあとこの普通のですよ借家とまた違ってくるのがこの借賃の増減に関する特約の効力ということなんですけども、ここですね、借賃の増減は特約の定めに従うなんて書いてありますが、この定期建物賃貸借においてはこの2行目の方ですね、一定期間、まあ、借賃をですよ減額しない旨の特約であってもこれ有効になりますかね。減額しない、要は一定期間ですよ、この家賃とかを減額しませんよっていう旨の特約、これ有効です。ここも普通借家と違いになってきますかね。普通の借家の場合はですよ、減額しない旨の特約っていうのはこれ借り主にとって不利な特約ということですから、そういった特約はできないんですけどね、無効になるんですが、この定期建物賃貸借の場合についてはこういったように減額しない旨の特約っていうのもこれ有効ということになります。まあこの点もですよ、試験で問われることがあるので注意しておいてください。はい、それとあともう一個ですね、中途解約の可否という話なんですけども、こちらもいいですか。普通建物賃貸借ね、普通の建物賃貸借、つまり普通の借家の場合においてはですよ、期間の定めがある場合っていうのは、まあ、特約がない限りこれ中途解約っていうのができないって話だったわけです。しかしですね、定期建物賃貸借の場合についてはですよ、特約がなくても中途解約ができる場合っていうのがあるんですよ。それがどういった場合だったのかっていうと、まずここです、3つしっかり押さえておきましょう。床面積が200平方メートル未満です。そして居住用建物です。でかつですね、このやむを得ない事情ですね、この200平方メートル未満で居住用建物でやむを得ない事情、それがあってですね、もう使用することが困難となった場合、賃借人からですね、特に特約なんかがなくてもこれ中途解約ですね、解約申し入れをすることができるということになっていますからね。この中途解約に関してもよろしいですか。この200平方メートル未満、居住用建物、やむを得ない事情っていうポイントですね、この3つはしっかり押さえておいてくださいね。はい、でこの場合なんですけども、はい、解約申し入れがあった時にはこの賃貸借というのは解約申し入れの日から1ヶ月を経過することによって、まあ、終了しますよということですからね。はい、まあ、このあたりもですよ、ポイントとしてしっかり押さえておいてください。はい、以上ですね、権利関係のこの借地借家法の定期建物賃貸借について見てまいりました。まあ、ここの定期建物賃貸借ですね、10年間でまあ9回ですね、被災されているところになってきますのでね、まあ今年も被災されるだろうというふうに考えてしっかりここは学習しておきましょう。